この完璧主義っていうのもその完璧って言葉自体が結構間違えてるケースが多くて、教科書隅から隅まで覚えようみたいなね、はい、これはねよく誤解されてるんですけど、ありますね、うん、一冊を完璧にっていう誤解されがちですよね、はい、武田塾チャンネル。花粉症ですか？いや違うんですよ、さっき餃子食いすぎてニンニク臭くて中村先生申し訳ないなと思ってマスクしてますいやね、また新しい1年がやってきますけれども、やってきますね、うん、はい、結局外すんだっっ、はい、すいません、はい、はい、まあね、はい、ぜひ、ね、悩んだことあれば相談してほしいということで、はい、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。若井先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、うん、よく受験で完璧主義は落ちると聞きますが、うん、武田塾で参考書を完璧にとはどういう状況ですかと。なるほど、うん、これはねよく誤解されてるんですけど、ありますね、うん、一冊を完璧にっていう誤解されがちですよね、はい、取れればいいんだろうみたいな、はい、日本史 B のとこう穴埋めのところだけもう丸暗記でも覚えてればいいんだろうみたいな、うん、いやもう悪かないんだけどみたいな、うん、まあ、日本史2ノートぐらいなら許されるけど、英語の長文とかでそれやったら絶対ダメじゃないですか。もうアウトですね、うん、だからこの完璧主義っていうのもその完璧って言葉自体が結構間違えてるケースが多くて、教科書隅から隅まで覚えようみたいなね、はい、やったりとか、答えさえ当たればいいでしょみたいなことなんですけど、武田塾の参考書完璧に基準っていうのは何かって言ったら、その問題集で扱っている問題なり同じような問題が入試会場で初見で出た時にその場で解ける力を持ってるかどうかっていう話なんですよ。そうですね、うん、ちょっと数字変わったら解けなくなるとかってそれはダメですよね、違いますよね、はい、うん、そうだから例えば数学だったら記述で答えが書けりゃいいんでしょって言ったら、それは確かにその問題解けるだろうけど、同じテーマで初見の問題出たらそれだけで解けないよねみたいなのがあったりするわけなんですよ。そうですね、だからそうなると問題文読んで、あ、何求めなきゃいけないんだな、だからじゃあこの式出てくるんだなって、その式持ってく式を書き始めるところまで問題文からできて、そこから回答を最後まで記述で書けて初めてできたことになるみたいなルールがあるわけなんですよ。そこまでやって初めてですよね。そう、うん、だからあの武田塾の参考書完璧 あのこう基準っていうのは、実際その問題入試会場で解いてる人がどうやってやってるかっていうのをもとに、それと同じことができるようになることが完璧にっていう状況です、ね、なるほど、数学で言えば解き方をしっかりと全部完全に理解した上で、このタイプの問題はこういうふうに解くんだっていうのを覚えて、実際に初見の時に解ける状態にまで持っていくっていうことですね。そうだから実際の入試だと問題文見て、ああ、これ求めるのか、違うだからこの式使えばいいからってこうつらつらって書いていって、そこから回答まで持っていける、うん、英語の長文だったら問題文を与えられて、で設問があってって言って、ああこれを聞けば聞かれてるんだねってことは、大体本文のさっき書いてたこの辺の内容だなって言って、で選択肢ここは、あ、ここが違うな、ここは違う、あ、これが正解かっていう、このプロセスがちゃんと全部自力でできるかどうかって話なんですよ。そうなるようにその今までやった参考書を身につけているかどうかっていう話ですね。そうですね、うん、またはプロセスと、はい、だからこれが答えを覚えただけですとか、全訳やりましたとか、そこは違うんだと、それは別にやってもいいんだけど、全略やってもだけど、目的はそれを実際入試会場の場で自分がもう一回同じ問題なり同じような問題出された時に初見でもちゃんと解けるような力になってるかどうかっていう目線にちゃんとやってほしいって話なんです。なるほど、はい、これを結構間違えてしまってる、その完璧主義って言葉をその主語がないじゃんそれっていう話。その完璧の基準も分からなければ、何をしたことになるしたら完璧と言っていいのみたいなことが分からないから、そこをやっぱはっきりさせておく必要があって、武田塾の完璧の基準はそこだよって話ですね。なるほど、はい、その辺を誤解せずに、はい、一冊を完璧にしてほしいところです。はい、で今回の質問は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。